原点に帰ろう。めっちゃーでも今ねおしっこ行きたい、うん、おしっこ行く？いいよ、我慢する。じゃあおしっこ行く。おしっこ行ってらっしゃい。え、おしっこ行きたくならないの？なんか配信中はあんま行きたくならない、うん、え、すごい。あれか、やっぱこう最初にめっちゃ飲んでるのあるのかな。いや、俺も飲んでんもん、それしっかり。ななみくんの膀胱のあれかな。膀胱が小さいのかな。クソだこだったかな。こらえ性ない膀胱だよ。まあ、塩気の練習したのが悪いのかな。行ってきます。行ってきます。行ってらっしゃい。リリースケはトイレ行かなくない？行かなくて大丈夫？うん。足ね、あれなんか普段あんまりトイレ行かないから。それはそれで健康に言われそうやけど。え、ママトイレどれくらい行く？一日に。あのオナニー以外のやつでお願いね。オナニーするとき。人の配信やぞ。姉の配信を直接の単語で抗議しちゃいけません。だってもしかしたらママだったらちょっとオナニーしたいからトイレこそっと入ってちょろっと7分ぐらいでやるかなと思って。トイレでオナニーって難しない？そもそもが。なんで風呂でやるの？じゃあ。じゃあそこで分かってんのか。俺に聞くってことはカウンターお前に帰ってくんねんぞ。これはどこでやるの？ママ、自室でしょそりゃ。みんな、じゃあ何あんたどこでやんのよ。足そう。足は、うん、でもね、一人でしたことないんだよね。でも実は本当にいやマジで、なんかやってみようって試みたことあるんだけど、なんか怖くて触っちゃダメな気がするんだよ。なんかユニコーンが死ぬぞ。つまりパコル以外はやってないってことじゃないですか。だって穴といってもさ、アナルしか使ったことないからさ、わかんなくて。だからそれはさ、後ろを使っても前を使っても性行為は性行為でしょうが。あ、そっか。そらそうよ。見ろよ、このまなみくんの安らかな顔。あ、ほんとだ。お姉ちゃん多分お風呂でやってるよ、多分。お姉ちゃんはすべてを受けてこう、うん、ちゃんと綺麗に流してお風呂上がったよみたいな、このポッとしたお姉ちゃんが上がってくるんだけど、でもそのお姉ちゃんは実はお風呂の中で一発やってるっていうね、そのせいでそれで出てくるんだよ。もうそそるね。でもさ、難しいけどさ、風呂っていうか、うん、要はパソコンとかスマホが目の前にないとや、なんかその声結局しづらくない？わかんない。だから私一人でやったことなんか、おかずというものがよくわかってないんだよね。そう、わかんなくて。あ、ユニコーンのおじさんがみんなバタバタ泡吹いて倒れてるの今。だってさ、そんなさ、なんか目の前にないエロをさ追い求めてどうすんのって、なんか虚しくなるだけじゃん。誰か男引っ掛けてさ、後ろでもいいからとりあえず入れてもらった方が良くないと思っちゃうんだけど。違う、怖い話してる。まなみくん聞いてくれるか今な。聞きますよ。あの、ね、リリスケがな、ママオナニーどこでしてんのっていうね、だるがらみをされましたね。いや、で、まあ僕も正直に答えたんです、そしたら自室でやるんだって、自室で。でね、リリスケがそれに声返したことは、私自分でしたことないって、男としかやんないっていうのよ、うん、助けてくれ、長女助けてくれ。え、まなみお姉ちゃんお風呂でしょ？いや、普通にベッドでもするよ、一人で。え、そうなんだ。お風呂でもベッドでも、え、なんならデスクデスクのチェアでもやるよ。デスクやるよ。デスクチェアでが基本じゃない普通って。あ、これ男子。あ、でもそれは男性女性あるからな。なあ、できればベッドかソファーの方がやりやすい。ああ、なんかでもさ、自分の体触るのが怖くない？なんかさ、これでだってさ、相手がいないのにさ、うん、なんか性病になった時にさ、なんか病院の先生にさ、相手は誰ですかみたいな。相手がいないの性病はないでしょ。え、だってわかんないで、カビ、カビ菌とか、そう、場合による、そう、なんか、あの、とかあるか、抗生剤の飲みすぎでなったりとかもする。え、そうなの？なるなるなる、それはね、全然ある。あるよ。へぇ、感じたとかにもなんか、うん、一回も性行為をしたことがない小学生で感じたになったから、うん、そうそう、全然なるなるなる。はいはいはい、
これかこれかあれか、お父さんが子供のなんかあのそういうトークについていけなくて部屋の端っこで黙ってねってやつちょっとねなんかもうね性教育だ、うん、性教育性教育性教育、うん、マリカする、マリカじゃないよ、あのマリをするかやる、まあ、今一緒に選んだよなんて、あ、いやいや選んだよ